サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが浦和レッドダイヤモンズと戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。試合開始です。ボールがこぼれる。ボールを失った。シュートだ。このボールはしっかり止めました。青木拓也、興梠、ボールを運んでいます。レッツが攻めに出ます。ボールを奪った。いいタックルでした。ディフェンダーがうまく読んでいました。試合の序盤ですが笛が吹かれました。開始早々にレッドカード。早くも試合は荒れ模様です。レッドですか。判定は覆せませんから、どうにか試合を作っていくしかありません。サイドへパス、横に展開してきます。さあどうする。真ん中にクロスを上げた。クロスを生かせませんでした。敵陣でプレス。ボールを取り戻しました。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。いい位置です。相手ボールになります。さあ味方も連動して動いてくる。柏木、これは PK です。ここでリードするチャンスですね。主審が PK を指示。さらにレッドカード、退場です。すでに退場者が出ていますから、厳しい判定になりましたね。ちょっと試合にならないかもしれません。ここは冷静にペナルティを決めました。しっかり決めましたね。落ち着いていました。
こちらのカメラからの映像です。大事な時間と言われる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。パスをつないできましたが、ここで奪われました。おっと、裏へ出した。興梠へ。最後の手段か、滑った。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。出足が鋭い。カットします。フリーキックから試合が再開します。もうボールが動いてますよ。柏木のパスがカットされました。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。何かしてきそうですが、クロスがゴール前。ゴールシーンをリプレイでご覧ください。これで1点リードです。コーナーからのやり直しです。ボールはエリアへ。山中亮介。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ボールを奪われました。レフェリーがフリーキックを指示しています。何をしてくるのか。打った。ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力白昼ですね。人数が少ない苦しい状況の中、ゴールをこじ開けました。ここまで耐えて、じっとチャンスを狙っていましたね。チームを助けるゴールです。柏木陽介。サイドからの攻撃を狙います。うまく振り切った。サイドから勝負に行くか。見事なセーブでゴールを死守。柏木陽介。さあリードできるか。決まりました。ゴールです。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ1点差ですから、守勢に回らないように気をつけたいですね。すぐに点も取り返しましたね。失点直後でしたが、うまく気持ちを切り替えて攻めました。別のアングルからご覧ください。牧野智明。ボールは相手に渡りました。ここから狙うのか。あっとこぼれた。ここはよくスペースが見えていました。興梠、前を見たい。もう打つだけだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。
先ほどのシーンをもう一度見てみましょう。いやー、キーパーはどうしたんでしょうか。ちょっとまずいプレーですね。違うアングルから見てみましょう。ここを起点にできるか。ボールをキープして自ら勝負します。前半も残り時間を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームは相手を追う展開が続いていますね。はい、まあこの点差なら後半に追いつき逆転することも可能でしょう。素晴らしいボールです。仕掛けてくるのか。関根貴弘、このシュートを弾いた。コーナーからエリア内へ、ゴールキックになりました。これはもったいない。視野が広い金子翔太。決まれば1点差。決まるかと思いましたが見事なタックルでした。おっと、裏へ出した。切り裂けるか。タックル、ゴールには誰もいない。ゴール、ゴール、ゴール。3点目のゴールはハットトリックとなりました。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合はどうやら一方的な展開になってきています。いいところへ出した。うまいパス。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ボールを奪われました。いいパスだ。ボールは中の選手へ。狙いは良かったんですが味方は誰も。ここでシュート。このボールはポスト。素晴らしいセービングです。ここで前半終了。ディフェンダーがうまく読んでいました。前半は一方的な試合展開でしたが後半のキックオフです。柏木陽介、杉本、見事なスルーパス。キーパーが飛び出してボールを拾う。ここはよくスペースが見えていました。つながる。これは見事なゴールでしたがゴールキーパーがゴールマウスを開けていました。結構距離がありましたが見事に決めてきました。キーパーのポジションを見ていけると思ったんじゃないでしょうか。別の角度からご覧ください。選手の交代があるようです。大量リードを許した状態で再びキックオフです。興梠慎三、うまく読んでいましたね。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。狙ってきたぞ。これはゴールキーパーが問題なく対処します。絶妙なパス。
いい感じで攻めていましたが残念。チャンス来た、決まった、浦和レッズのゴールです。今日はもう完全に乗っています。別のアングルからご覧ください。この試合に関しては力の差が出てしまっています。選手がピッチに入ります。興梠慎三、ボールは相手に渡ります。牧野がパスをカットする。カウンターのチャンスです。ここでスルーパスを狙う。シュートだ、ゴール。サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。違うアングルから見てみましょう。諦めずに得点を狙ってほしいですね。ゲームを作るパス、またまた通ります。鋭い読みでカット。柏木陽介、興梠慎三、スペースへのボール、裏へ通った。ゴールは無人だ、ゴールゴールゴール。ついに失点。退場者を出したのが響いているようです。その影響は大きいでしょうね。この状況で盛り返すのは至難の業です。リプレイです。思わぬ形の失点となりましたね。ちょっと考えられない失点ですね。これはダメージが大きいですよ。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。相手ボールになりました。ここから狙うのか。狙う、ボールがこぼれました。クリアできるか。これは見事なパスカットです。興梠慎三、抜いた、周りを確認したい。ピンチが続きます。ゴール、得点差を少し縮めることができました。そうですね、まだまだ点差がありますが、このゴールで流れを変えられるかもしれませんよ。青木拓也、これはサイドを上がれそうです。相手ボールになります。エベルトン、次もスルーパスが味方に通る。ゴールが決まった。相手は人数が減っていましたが、その利を生かしきっちりと決めました。落ち着いたいいゴールでした。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。こちらのカメラからの映像です。
大量リードの試合となっています。これは残念、ボールは失われました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ボールがこぼれた、どちらが取るでしょうか。裏も見えていたのか。決まるか。ゴールです。ゴール、ゴール。シュートはゴールにきれいに決まりました。うまくコントロールしてスペースを作っていますよ。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。再びこの選手が決めました。素晴らしいゴールです。試合にかける意気込みが伝わってきます。いい形でボールを呼び込んでいますよ。かなり一方的な試合展開です。ボールを奪われました。落ち着いています。サイドが空いていますね。走り込んだ味方にスルーパス。いいパスだ。これは見事なタックル。カウンターも狙えます。チャンスだ。攻撃を断ち切れていない。素早い攻撃から素晴らしいゴールです。相手は常にカウンターを警戒しておくべきでしたね。うまく引き込まれてしまいました。今日はもう完全に乗っています。別のアングルからご覧ください。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ボールを前に運んでいます。ここから狙うのか。見事なシェアです。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。このゴールで1点も返します。まだ点差はありますが、1点ずつ返していくしかありません。今度はこちらが点を取るターン、そんな感じで思っているのでしょうか。再びキックオフです。1点を返しましたが、点差が離れています。そうですね、ここから追いつくには運も味方につけないと難しいかもしれません。ボールは相手に渡りました。スペースに見事なスルーパス。これはスルーパスか。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここはドリブルで前に出ます。金子翔太、なかなかのプレスです。ボールを取り返す、見事なスルーパス。スルーパスを狙ってきましたが、キーパーが果敢な飛び、これは痛い。相手のチャンスになりそうです。ゴール、入った。前線でもプレスを緩めず、チーム全体でボールに迫っていましたね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。ゲームは大差がついていますが、攻撃の手を緩めません。シーズン後半に得失点差が重要になることもありますからね。正しい姿勢だと思います。
残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ここで試合終了ですが、サポーターは収まらない様子。